打ち砕け、砕けろ。私、ここからが勝負だ。行くぞ。さあ、みんなよくやってくれた。どうした？俺様はお前に言われてからずっと考えてたんだ。お前が怒りを感じているのは誰に対してだ？お前を裏切った子分たちに対してなのか？俺様は頭が悪い。それでもじっくり考えてみた。どうしてこんなにムカつくのか。頭から煙が出るほど超絶考えた。でもやっぱりわからねえんだ。このムカつきは裏切り者のあいつらのせいとしか思えねえんだよ。本当にそうかな？どういう意味だ？魔界で生きていれば裏切りや下克上が世の常、今に始まったことじゃないだろう。それはまあな。俺様も何度も裏切られた。その度にお仕置きしてやったけどな。ではなぜ今お前の心は晴れていない？お前を裏切ったかつての子分たちなら思う存分ぶちのめしたはずだろう。レッドマグナス、お前も俺と同じように心が欠けているんだ。心？お前は昔の俺に本当によく似ている。昔の兄貴とレッドマグナスのおっさんが似てるだって？どういうことですか？どういうことですか？ぴょん、キリア様とこの筋肉バカが似ているだなんて、そんなおバカな話信じられませんわ。信じる信じないのはお前たちの自由だ。キリア、ちょっとお手伝いしてほしいんだけど。何のつもりだ？え？お前からは魔力のかけらも感じない。そんな奴に使われる言われはない。弱者は強者に服従すべきだ。それが魔界の常識というものだろう。それがわからないなら力ずくで理解させてやろうか。そうね、私には魔力がほとんどない。お父さんや弟と違って全く才能ないみたい。でもね、キリア、あなたが今晩食べるお夕食は一体誰が作るのかしら？その服を洗濯しているのは誰？このお家を毎日綺麗にお掃除しているのは誰？はあ、私たちは家族でしょ。家族っていうのはね、助け合って支え合って生活するものなのよ。お互いの足りない部分は補い合って、そうやって生きていくの。そして絆を深めていくの。くだらん。弱い奴が強い者に使えるのは当然のことだ。それは絆とは言わない、従属だ。それは違うよ、キリア。弱いから従っているんじゃない。従うのではなく自らの意志で助けるの。相手を思いやり助け合う愛情こそが絆を育むんだよ。悪魔のくせに愛情だと？正気かお前。話にならん。弱者のざれ言だ。強さこそが全て、強さこそが正義。奪わねば奪われ、裏切らねば裏切られるだけだ。その考えはとっても悲しいこと。よっぽど悲しい目に遭ってきたんだね。ごめんね、分かってあげられなくて。おい、何を。どう、私の手は温かいでしょ。キリアの手だって温かい。なぜだか分かる。
ているからよ。生きているから温かいの。心だって同じだよ。温かくない心、愛情のない心、それは死んでいるのと同じなのよ。つまらん言葉遊びだ。俺が今ここでお前に拳を打ち込めば、お前は確実に死ぬ。愛情だの心だの、そんなくだらないものがお前を守ってくれるのか。キリア、レッドマグナス、俺は自分が抱えている問題に未だ答えを見出せていない。だからお前に偉そうなことを言う資格はない。だがボイドダークに蹂躙されている者を一人でも多く助けたい。それは復讐とは異なる俺自身の偽りない心だ。今はまだ答えはない。間違っているのかもしれないが、俺は俺の心の要求に従おうと思う。お前はどうする？自分の心と向き合え、レッドマグナス。俺様は何しやがるセラ。いつまでもうじうじと目障りですから、あなたに代わってあなたが一番許せない相手を処分して差し上げようとしたまでですわ。はあ？俺様が一番許せない相手を撃とうとして、なんで俺様に当たるんだよ。あなたが本当に許せないのは誰ですの？自分の胸に手を当ててよーく考えてごらんなさい、この筋肉バカ。なるほどね、そういうことだったのか。ありがとうよセラ、やっとわかったぞ、俺様が何にムカついていたのかな。ありがとうよですって、あの筋肉バカの猿が礼を言うなんて。世話をかけたな、みんな決着をつけに行くぜ、あいつらと、そして俺様の弱い心との決着をつけにな。魔界病院へようこそ。舞台編成を手伝ってくれませんか？